帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。ええ、見ててください。はいな、お任せください、ご主人様。出す。今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。樽の中にまんまるドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。これ以上ローラント城を敵の隙にはさせません。父の無念を晴らすためにも必ず城を取り戻します。
つなんて。バル盗賊だ。絶対に許せません。ナバールヘーネ、父の仇、覚悟。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。ふう、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか、俺も詳しいことはわからない。だが、これだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べでは、イザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男を、イザベラ、いや、美獣に殺されたんだ。ビジューはさらにイーグルの妹のジェシカにまで。奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もしビジューと会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の仇は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様。もうキスしちゃう。何をするんですか。私、おっと、すまない、つい興奮してしまって。どうかわかりませんが、なんとか捕まえてみます。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。Come on!
ちはあの時の弟をどこへやったの？エリオットを返しなさい。知らんな。行くぞベン。オフビル忍法死亡。Come on!
覚えてろ。美獣様、申し訳ございません。私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。星家に連れてやるよ。待ちなさい。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。お父様は戻らない。あの美獣とかいう女の人がナバールを裏で操っていたのね。シャルロットも美獣は嫌いでち、おっぱいぼよよんだし。あ、でもまたもし攻めてきたらどうするんですか？一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を見つけマナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リーズ様、お気をつけて。しもべになったことだし、フォルセナの英雄王様のところに戻るでち。レッツゴそういえば、盗賊団に占拠されたパロはどうなったかしら。二重が去ったことで盗賊団の洗脳も解けているんじゃないかしら。一件落着ですね。これで船に乗れるでち。でもシャルロット泳げないからちょっと怖いでち。
精霊よ、どんな作戦でいきましょうか。この野郎、お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、たわけものめ。ちょっとひどいんじゃないの、みんなで寄ってたかって。ニキータ、聞いた。俺が誰か分かるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。ああ、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは、美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには、新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、地下牢に入れられてしまい、あの地下牢、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。騒がせたな。じゃあ、
商品揃えてるよ。大事にするわね。使わせてもらいます。またのお越しを。いい商品揃えてるよ。いい仕事してるでち。お目が高い。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい。ゆっくりご覧になっていってくださいね。また来てね。まだバイゼルにつかないの？どうなってんのかな？精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。こんな奥ないところに精霊さんがいるんですか？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。みんなでぶっ飛ばしてくれて。幽霊とは戦いたくないです。
に行けばいいのかしら。
敵です。注意してください。フォーリアロール。行きましょう。何これ、公開日誌？
ちは。どうも、私幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、そんな、私死んでしまったのね。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、そんな、置いていかないで。ひどいよ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちゃいましたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。お願いします。もし探すのが嫌になったらいつでも変わりますから言ってくださいね。幽霊はちょっと怖いけど、仲間を見捨てられないものね。早く呪いを解いて元に戻してあげましょう。変わってくれるの？ありがとう。私たちで邪魔をしないでください。ドーラン閉じ込みの技です。